はい、どうも、月曜劇団の上原ひろです。ですね、石田 P が主催のリンクス、ノンストップトゥ東京の初日2月14日の司会をします。1人関西小劇場1人ブレイクの上原ひろと関西小劇場のミスター建前一名一とのコンビで東京の名も聞いたことない劇団のお芝居を見て感想を僕らが話し合うという、すごい、リンクしてクロスする気がになってますんで、ぜひ見に来てほしいです。初日だけ2日目以降とか4500円とか指定席で取られるんで、ぼったくりなんで行ったら行きませんよ。石田 P の仕事がなんか場所部署替えになってしばらくしないらしいですね。だからまあファームケアを持って見に行く一つの手かなと。あと僕一つめっちゃ気になってるのがノンストップトゥ東京っていうタイトルの意味がわからないですね。東京までノンストップ止まらない、何がっていう。フラム東京やったら分かるんですよ。東京から一飛びでやってきましたよみたいな感じで分かるんですけども、ほんま勢いだけでつけてるなみたいな、こんなん司会の初日でどんどん言っていきたいと思いますんで、よければぜひ見に来てください。